高橋コーナー復活&セーブ。先生、栗山の選球眼は惚れ惚れするわ。さてこっからどうしよう。すげえな、あのカウントから4段選んじゃうんだから。昼間も打点稼げばセレクトさん大勝利なんだけどな。昼間最近あんまりだけど、今の栗山の背中見たならいける。山村ようやった。うおー、山村はたまに源田と同じ目をする時がある。山村いいね。今の打席時が佐藤で2安打してる。そこを意識して最低限でも新塁打で叩きつける。もう点取るならこれしかないという絶好のシチュエーション。犠牲フライでいいんやで、ゲッツーだけはダメなんやで。け、KO してやったで。勝てる勝てるぞ。やると思ってました。これは素晴らしい集中力だよ。しゃあ、はあ、やっぱり立つよ。今日竜よ一人で打ちすぎ。ご視聴ありがとうございました。